はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は依頼者番号8番の一般の方を占った、その占い結果を YouTube を通してお届けしたいと思います。このように YouTube 生命判断というのは、皆さん視聴者の方がスガッティに、占いを依頼しまして、その占い結果を YouTube を通してお届けするという条件で、無料で占っているという、そういう占いなんですね。多分日本でも初なんじゃないですかね。これどうなんだろう、他にやってる人いるのかどうか知らないですけども、一般の方をこうやって YouTube で占って、その占ってる内容を世界中の皆さんどこにいても、見ていただけるというね、はい、新しいタイプの占いでございます。ただこの YouTube 生命判断なんですけれども、私まだ YouTuber としてチャンネル開設して1ヶ月と1週間経ったないぐらいかな、1ヶ月と1週間ぐらいなんですけども、ちょっと思ったよりもこうご依頼がですね、殺到というか、予想してたよりもかなり多くご依頼いただいちゃってて、なので想定してるよりもだいぶ待たせちゃってるんですね。本当に依頼してくれて申し込んでくれた方ごめんなさいね。本当にだいぶ待たせてます。こんなに待たせると思わなかったんですよ、自分でも。初めてのことなんでね、ごめんなさいね。だから今後は待たせない方向で、ここに長文書かなくて、なんて言うんだろうな、もう口頭で占うみたいな、そうすればまあね、動画の編集も少なくて済むし、文字書くのも少なくて済むんで、今後はね、そういった形でやっぱ待たせるよりも、文字として起こして待たせるよりも、はいね、もうじゃんじゃん占っちゃわないと間に合わないんで、追いつかないんで、今後はですね、もしかしたら文字にあまり起こさず、まあ重要なポイントだけ文字に起こして、で、そうですね、ほぼ口頭でこう一緒に皆さんと数字だけ見ながらですね、YouTube で、お答えするみたいな方向にしていこうかなと思ってます。店頭での占いも、もう今後はそうしていこうかなと思ってるんです。ちょっと店頭でも占いが間に合わなくなってたんでね、すいません。書くのが遅いんですよ、私。自己流なんで、このタイピングが。ごめんなさいね。なので、待たせちゃってる皆さん、ほんとすいません。今後はですね、ちょっと文字数少なめで、ただし、ちゃんと内容はお伝えしますんでね。そんな形で、なるべく待たせるよりも、早く、結果をお届けする形で、文字数を少なくする形で、なんとか追いつけるかななんて、ちょっといろいろ試行錯誤してみますけれどもね。はい。ちょっと前置き長くなりましたけれども、それでは8番目の、依頼者様、占い結果をご覧いただきましょう。最後まで、よろしくお願いいたします。はい、それでは本題に入りたいと思います。今日は、依頼者番号8番、40代女性の方の個人運を、お届けしたいと思います。このように YouTube 生命判断では、まあもちろん、その個人情報っていうんですかね、お名前とか、生年月日とかその他、個人情報は伏せた上で、その数字、その方の画数だけをですね、見て、結果をお届けする形ですので、どうしよう、名前バレちゃったらとかね、そういう心配しなくて大丈夫ですからね、ちょっと見てみてください。で今回初めて、YouTube 生命判断で、一般の方の占いどんなんだろうっていうのをね、ご覧になる方のためにまたちょっとこの辺丁寧に説明させてもらいますけれども。はい。で、40代女性の方で、こちらは出生名です。おぎゃーって生まれた時に名前がついた、お名前ですね。6歳までですけれどもね。名字が5+9。お名前が3文字のお名前で、3+2+3です。はい。そして、こちら1番、2番、3番、4番、5番、5箇所の数字書かれてありますけれども、まず1番から説明すると、1番が、名字の1文字目足す、名字の2文字目。まあ、名字の合計ですね。名字の合計を足した数字。そして、2番。2番が、名字の内側足す、名前の内側を足した数字。9足す3ですね。12画。こちら、2番では、まあ、大体仕事運とか、その内側足す内側、内に秘めたその人の本質とか、外から見えにくい内に秘めた本質、本性、才能とか、中身を見ることができます。それに対して今度外側ですね。外足す外。このように、お名前が3文字とか、名字が3文字の方っていうのは、外足す外です。5足す2足す3ですね。合計10画。こちらは、内に対して外。外からどういった影響があるか。どういうふうに外から映っているかというような、人生が こちらで見えます。そして4番は、名前の合計です。3足す2足す3ですね。はい、合計8画。こちらは、まあ、家庭運とかですね、健康運とか、金運とか、まあ、その人そのものですね。例えばほら、この人も6歳までこちら、なんていうの？名字はね、こちらでしたけれども、今度名字が変わると、画数変わるじゃないですか。でも、一生変わらない数字っていうのがこの名前の合計なんですよ。その人そのものの個性みたいなものが、まあ、ここで見れたりします。そして、総画っていうのは全部足した数字ですね。5足す9足す3足す2足す3が22画ということで、おっと、ごめんなさい。ごめんなさい、カメラ倒れちゃった。はい。それでは。はい。今回の依頼者様はですね、実はとても珍しいケースでして、出生名は、ひらがな3文字名。別にそれ珍しくないんですよ。私のスガッティの娘も、ひらがな3文字なんです。別にだから、ひらがなが悪いとかね、カタカナが悪いとかいいとかっていうことはないですんで大丈夫です。
だどう珍しいケースかというと、出生名はひらがな、これほら画数少ないですもんね、ひらがななんです、これ3文字名なんですが、どうしてひらがなのお名前になったかというと、親御さんがね、これどうしても名前に使いたかった漢字っていうのがあるんですって、漢字がこういう名前にしようと決めて、じゃあこの名前で届け出しようというふうに多分話まとまったんでしょうね。で、市役所だか区役所だか役場へ届けたらですね、実はまだその頃その漢字が人名用漢字として国で認められてなかった漢字なんですよ。常用漢字とかね、これって割とね、あるんですよ。その、あ、この文字使いたいなと思っても、登録された文字じゃないと使っちゃダメなんです、名前って。はい。ただ、今となっては、その漢字、この使いたかった漢字っていうのも、別に全然珍しくない、よく見るメジャーな漢字なんですけどね。まだこの頃、まあ、そうですね、今40代ですから、40数年前とかぐらいまでは、その漢字が実は人名には使えませんよっていう漢字だったんです。ただ、まあね、その漢字が使えなければさ、別にお名前の響きはね、珍しい響きじゃないんですよ。とても女性らしい響きの、お名前なんですが、だから他にもね、いくらでも代わりの漢字ってあったはずなんですよ。ね、ありますよね。今、依頼者さんしかわかんないと思うけど、その部分のその文字ってさ、別に、あ、そうなんだ、これって、何、人名に使えない漢字なのね、まだ登録されてない漢字ってそういうのがあるんだと、わかったなら、別にほら、市役所の窓口でもね、いいから、じゃあ消して、じゃあこっちの漢字にしますとかって言って、別の文字いくらでもいっぱいあるんですよ。あるはずなのに、あえてね、他の漢字使うぐらいなら、ひらがなで登録するみたいな。まあ、こう言ったかどうか知らないんですよ。私の想像なんですけどもね。でもほら、実際、他の漢字使わずに、じゃあいいよ、ひらがなで登録するよってことになって、ひらがなにしてるってことはですね、いやもう、その漢字以外、このね、認められてなかったと言われるその漢字以外はもう、さらさら使う気がないという意気込みですよね。親御さんのこの強いこだわり。一体何に対してだったんだかわかんないですよね。親の一文字にこだわったんだったら、親は絶対ね、まだ人名漢字に登録されてないわけだから、なんでその文字にこだわったのか、ちょっと非常に謎が深いんですよ。はい。なんでなんだろう。そして、まあね、ようやく数年後、まあ依頼者様が6歳になった頃ですね。幼稚園、保育園が終わって小学生1年生ぐらいですかね。年長さんか1年生になった頃、国の方で、確か法務省かな、更新するんですよ。使える漢字がどんどん、追加されるの。その、使いたかった漢字っていうのが、人名用漢字に新規登録されたんですね。したかと思えば、わざわざですね、家庭裁判所に届け出て、かねてより使いたかった、その漢字のお名前に改名してるんですよ。素晴らしい執念ですよね。すごい、よっぽど強いこだわりがあったんだと思うんです。6歳のこのお名前を家庭裁判所に申し出て、どうしても使いたかったその漢字にしてるんですからね。すごい執念というかこだわりを感じます。なのに出生名の総括は全ての数字の中で最も愛情を引き裂くパワーが最強で、離婚率の高い別れの象徴22画が総括ですし、6歳になった頃ようやくね、念願の漢字使えたと、この漢字の名前にしたかったのって言って名付けられて改名したかと思えば、世間から評価されず子孫繁栄を途絶えさせられてしまう絶血28画を総括に与えられてしまったんです。こちらが出生名ですよね。まあ、総括は別れの象徴という数字なんです。実家に依存してマザコンになっちゃってみたいなね、で責任私のせいじゃないもん、主人が悪いんだもんとかって言って実家に帰っちゃって、お母さん聞いてとかって言ってお家に帰っちゃうんですね。でそのまま離婚するっていうシナリオなんです、この22画の人はね、はい、こういう数字を、まあこれしょうがないですよね。名付けたい漢字がなかったから、まあその場でおそらく市役所の窓口で、じゃあいいや、ひらがなで漢字考えるのも面倒ちいし、なんつって、ごめんなさい、群馬ペン出ちゃったけど、まあね、ひらがなにしたんでしょう。まあそれはしょうがない。その場で画数なんかね、検討できませんから。ただね、ようやく、この漢字が登録されたわけでしょ？そして、この漢字名になりました。6の8のね、6歳からですよ。結婚までずっと名乗ってたわけです。その6年の間にね、画数検討できたと思うんですよ。だけど、もう、その漢字が登録されたことが嬉しくってもう飛びついちゃったんですよね。だけど、もうその漢字ってどっちか1個なんですよ。6か8のね。どっちか1個なんだけど、だったらどっちか1個をさ、その文字じゃない文字にして、この数列にしなきゃよかったのにっていうところを見ると、やっぱりこの親御さんは、画数のことを軽視どころか無視、全く考慮してないんですね。わかります、それが。ベースとなる出生名は、別れの象徴22画を総括に、その他、何事も全て途中で諦めて中途挫折で終止符を打ってしまうターミネーター数10画。ターミネーターってね、映画のタイトルにもありますけども、これ終わらせ屋っていうような意味です。何でもかんでも終わらせちゃう。終止符を打っちゃう人っていう意味ですね。だから映画のターミネーターも、もう地球、人類を終わらせる役割を担って、こう、未来から来たわけですよね。はい、
そして、家族みんなを離れ離れにバラバラにしてしまう一家離散数十二角と、そして家族同士の絆を希薄にして家族愛が育めない家族疎遠数十二角という、そういう数列なので、もう家庭運の悪さがもうキワキワに際立ってます。はい。さらに、この6歳でわざわざね、裁判所に申し立てまでして解明したにもかかわらず、新たに授かったこのシナリオ、台本は、子孫繁栄を途絶えさせられる28画ね、絶景数と言います。絶景ってちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、お家断絶っていう意味です。そのお家、まあ、この家庭、が、このお家がね、代々ご先祖様がこう子孫繁栄してくれて DNA をつないでくれたこの血筋が、このご依頼者さんの代で、途絶えてしまうという役目を担っているんです。はい。そういったお家断絶数28画を総括に、そしてあろうことか家族同士の絆を希薄にし家族愛が育めない、あれ本当だね、家族疎遠数14画が天地同格の配列になってる。本当、あれこれさっき14って、あ、名字か、名字であったか、その名字の合計5たす9も14だし、6たす8も14ですよね。このように名字の合計と名前の合計が同じ数字で揃ってしまう現象、これを天地同格って言うんです。はい。で、YouTube 生命判断は現在、お申し込みね、完了から、1ヶ月ぐらい、ちょっと、もう1ヶ月もっとだね、1ヶ月以上お待たせしちゃってるんですけれども、その間にね、待ちきれなくて、ほら、8番の人って結構、最初の方にね、申し込んでくれた人ですから、結構待たせちゃってるんですよ、1ヶ月ぐらい。なので、依頼してくれた当時は、まあ、3週間ぐらいでお届けできると思いますよ、なんて多分ね、回答してたんですけども、もうね、1ヶ月ぐらい待たせちゃってるから、待ちきれなくて、で、スガッティの YouTube 動画とか見てくれてね、あとは過去の裏側のコラムなんかも読みまくってくださったんですって。で、ご自分なりにご自身のね、生命判断してみたんだそうなんですね。ちょっと、LINE いただきましたんで、本文を、もちろん本人ってわかんない形でね、コピペしてみましたんで、これ、本文そのままですけどね、もうハマりすぎて、このね、画数にハマっちゃったんですって、私の動画に出会って。で、メモりながらね、こう、数字です、こういう数字なんだ、こういう特徴があるんだってメモってくれながら見てるうちに、まあ、素人判断でご自分の画数を見てみたんだそうです。そう。このご依頼者さん、8番のご依頼者さんのように、スガッティのチャンネル動画を見たり、あるいは、まあ、アメブロにね、過去のコラムたくさん残ってますんで、それを見るとですね、このように1ヶ月で占えるようになっちゃうんですよ。だから皆さんも、YouTube、自然堂のスガッティチャンネル、何回も何回も見るとですね、メモりながら見たりなんかすると、まあ、早い人は自分自身の占いぐらいだったら出しちゃいますんでね、はい、いっぱい見てみてください。そしたら、14画が2つもあって、総画が28画で、あぜって書いてますね。一応結婚して娘が1人いますが、夫は単身赴任が多く、一緒に暮らしたのは4年くらいしかありません。夫婦仲はそんなに良くないので、薄い家族愛とかもわかるんですが、半年くらい不妊治療はしましたが、出産のトラブルはありませんでした、とかってね、こう書いてくれたんですよ。はい。もうね、占い結果をこれ先に、大体言われちゃってるんですよね。私がこれを書こうかなと思ってたことをもう書いてくれちゃったっていう感じですよね。もう占い結果そのままの人生を歩まれてるんです。まあまだ当たってないのは未だ離婚してないっていう点ですかね。はい、これからは分かんないですよ。はい、だ私の場合はね、もう画数を数えたらその数字の特徴をただ貼り付けてるだけじゃないですか。このね、これこういう数字ね、特徴。これって依頼者さんからどこだっけ、あこれね。こういうラインをもらったから、ああ、じゃあ、多分家庭運が悪いんだな。じゃあ、これ家庭運の悪いキーワード入れとこうって言って入れてるわけじゃないんですよ、これ。誰がこの数字持っても、この特徴でしょ？これ何回か、スガッティチャンネルの動画を見てくれれば、わかるはずですよね。ここ全然編集してないはずなんですよ。誰がこの数字を授かっても、そういう、こういうストーリーに、こういうストーリーになっちゃうんです。これ依頼者さん、8番の依頼者さんじゃなくてもね。はい。だから、忖度のしようがないんですよ、私の場合は。でも、こんだけ的中するんです。あ、ちなみにですね、お子さんの名前については、この依頼者さんね、いい画数を選んだはずだから大丈夫だとおっしゃってましたが、本来はね、私依頼、一件の依頼に対して二人分占ったりしないんですけども、でも今回はね、私ほとんど占わずに、答えを全部ほら、依頼者さんが自身がね、書いてくれちゃってるんで、ほとんど私占ってないんですよ。はい、この通りって感じなんですよ。だから、占う手間がほぼなかったので、まあ、特別ね、娘さんの画数もチラッとだけ、今回要点だけね、お伝えしますよ。楽観してますが、お子さんも家族みんなをバラバラ、離れ離れにしてしまう一家離散数、これを2つも持ってます、12画を。はい。お母さんも12画、バラバラにする数字持ってるでしょ？ここじゃないか。こっちか。出生名ね。バラバラにする数字持ってます。そして、お子さんにもこのバラバラにする数字を2つも授けちゃってるんです。そうすると、同格同数って言うと、この数字の特徴が色濃く影響しますから、
一家離散の、もう落とし穴が、一個ちっちゃいのがあったはずが、1メーターぐらいの落とし穴だったのが、それが2つに増えましたんで、2メーターになりますよね。1メーターぐらいだったらさ、ちょっと足伸ばしてピョンってジャンプすれば飛び越えられる落とし穴だから、落っこちない場合もあるんです。1メーターぐらいの落とし穴だとね。でも、ダブルで授かって2メーターになるとさ、どうですか？依頼者さん2メーター幅跳び飛べますか？助走つけても多分、落っこちるかもしれないですよ、その落とし穴。でしょ？で、お母さんまで12画持ってるんだから、これ3倍なんですよ。落とし穴の大きさ。このね、バラバラになっちゃうっていう数字が。そうすると、母とお子さんとで3メートルの一家バラバラの数字をね、落とし穴を持ってるとすると、こうなっちゃうんです。男性、旦那さんがね、単身赴任で、せっかく結婚して、愛し合って結婚したのに、まあ、結婚生活どれぐらいなんだろう。わかんないけど、ね、それでも4年ぐらいしか一緒に暮らせてないんですよ。バラバラになっちゃうの。落とし穴に、どつぼにはまっちゃってるんですね。もうこうなると、もう旦那様、ね、まあこのお子さんからすればお父様ですよね。お父様とのバラバラ生活っていうのは、依頼者様にとっても、お子さんにとっても、もう数字の示すまんま、バラバラ生活になっているっていうだけの、素直に数字に従って、バラバラな家庭を築いちゃってるっていうだけなんです。あ、18年って書いてあるね。18年の結婚生活の中で、たった4年しか同居できてないんだから。台本通りなんです、今のところね。そして、このお子さんは、結婚した後も、まあ、旦那さんだか奥さんだかと、こう、バラバラになっちゃいますんで。そして、せっかく授かったお子さんともバラバラになっちゃいますね。それは、ご自身の離婚によって、お子さんや配偶者とバラバラになっちゃうのかもわかんないし、あるいはご自身が転勤転職が多くて、また単身赴任みたいになっちゃうのかもわからないし、お子さんが、まあ、不慮の事故とかになる可能性もあるし、はい。あ、今回、そうだ。じゃあちょっと、お子さんのね、ごめんなさい。まあ、性別だけ明かさせていただいていいですか？お子さんって私ね、性別明かさないように今までちょっと言ってたんですけども、娘さんですよね。娘さんなんです。でそうすると、依頼者さんが、これ、あ、ここか。依頼者さんが、これ、お家断絶数、ずーっと名乗ってましてね。それによって、この、なんだろう、男系、つまり男の子を授かりにくくなっちゃうんですね。なので、ご結婚した嫁ぎ先の、家系、旦那さんが、旦那さんの家系、男系の血筋をですね、途絶えさせてしまうんです。つまり、まあ、お子さん、ね、授かったけども、女の子。別に女の子だっていいんですよ。うちだって一人娘ですからね。でも、やっぱ男系の血筋が途絶えちゃったので、まあ、そこで、お嫁に行ったら、もうそのお家は断絶になるか、あるいは、まあね、よっぽどだったら、養子縁組とか、なんかこう、するなり、なんか対策を取らないと、やっぱり、依頼者さんの代で、この絶景が成立してしまったということなんですね。はい。そして、結婚後、こちらの数列になりました。名字が、一文字名字なんですね。なので、ここに、カッコ1という例数が影響します。定数については、渡部さんと佐々木希さんの相性を占った動画で、説明しておりますので、こちらを、自然堂スペース渡部健とか、スガッティスペース佐々木希とかっていうキーワードで検索してみてください。そして、この総画26画ですね。で、現在の画数も、またこれまた見たまんまなんですけれども、これでどうして離婚に至っていないんだろうかというと、まあおそらくですが、これ旦那さんが単身赴任だからなんじゃないかなって思うんです。まあそれはね、でも旦那さんの画数を見てないので、まあ確かなこと言えないんですけれども、まあ多分単身赴任だから無事、離婚せずに、戸籍上はね、離婚せずに入れたんだと思うんです。はい。結婚後の総画26画については、こちらの動画をご覧ください。これ6月にね、逮捕された、河合克行議員っていうかね、容疑者が、まあ、同じく総画26画なんですよ。でこの動画では、まあ、依頼者様が6歳からずっと名乗り続けた天地同格についても触れています。はい。なので、依頼者様の天地同格は14、ね、心の闇とか孤独、寂しがりやイライラ、薄い家族愛とか精神病とか自閉症とかっていう数字なので、国民疾患とかね。なので、メンタル不安定さっていうのがダブルパンチで襲いかかる天地同格の数列なんですね。そして、今現在が総格26格なんで、まあ、この人のところちょっと見てみてください。異性トラブルとかの数字だったり、お酒のトラブルだったりします。ご相談内容に、私は家族とどうなってしまうのか、気をつけたいところを聞きたいので、そうなる資質があるとしたら、どうしたら、まあ、解明以外にそれを回避できる方法があるのか、気をつけるところを伺いたいです。いてってなんだこれ。ちょっとごめんなさいね。という内容でご質問いただいたので、まあね、これは、まあ、旦那様の画数も見させていただかない限りね、なんとも言えない話なんですが、まあ、依頼者様の最大の落とし穴っていうのは、さっき言ったように家庭の悪さ、これにつきますから、家族バラバラにならないための対策としては、これは当たり前の話なんですが、最初から単身赴任なんか旦那さんにさせてないで、お子さんをご両親と一緒に育ててあげるべきだったんです。でも、
とはいえ、依頼者さんの数字を見た限りではですよ、旦那さん見てないから何とも言えないともう一回言いますけども、私が思うに、今まで離婚しないで済んだポイントっていうのは、やっぱり家族バラバラの数字の宿命に従ったからだという気がするんですよ。なので、まあね、もうお子さんも大きく育ってるようですし、まあ現状維持を意識してキープしてあげればいいんじゃないかなと思うんです。ちょっとこの説明しようかな、また時間、ちょっと時間長くなっちゃうかな。ちょっと、じゃあこの説明しますね。なんで、ほら、単身赴任だった理由が、別れなかったね、理由が単身赴任してたからだって言ってるんですけれども、つまりこのオレンジの文字なんだけど、どうして離婚しないで済んだのが、こう家族バラバラ、ほら、家族バラバラの数字をトリプルパワーで持ってるんですよ。お子さんも含めて、お母さんが一つ、お子さんは二つも持ってるんですね。なので、まあ、家族バラバラになりやすいと。だったら、それが分かってれば最初から単身赴任なんかさせないでおけばいいんですが、単身赴任なんかさせないでいて、一家一緒に住んでると、どうしてもね、そのトリプルパワーが、いや、この家族はバラバラにならなきゃダメ、バラバラにするんだって言って、もうバラバラにしよう、バラバラにしようっていう、もうパワーが、影響が、ずっとこう三人に降りかかり続けるんですよ。それってとても負担なんですよ。で、喧嘩しちゃうんですよ。で、バラバラに離婚しちゃうんですよ。でも、これ、上手に、まあ上手にって言っていいのかわかんないけども、単身赴任にしたところで、家族がね、まあ、いい意味でバラバラになったんですよ。それにより、この十二画ね、一家離散数が、バラバラになってるから、まあこれ OK。俺の仕事、俺の役目は終わったなと。これ、一家ちゃんとバラバラになってるよね、つって言って、まあその、離婚までせずに済んでるんです。でも、数字からすれば、実際ね、同じ建物の中というか、一つ屋根の下というか、に暮らしていない家族っていうのは、もう、なんていうかな、バラバラ状態なんですよ。家族バラバラ状態なの。別にそこに愛情があるとかないとか関係なく、もう数字からしたら、これって家庭が成立してないって見ちゃうの。はい。内容に関するご不明な点などございましたらですね、これ依頼者さんとは LINE で繋がってますので、2往復まで無料で質疑応答を受けたまってるんですよ。なので、遠慮なく、このね、わかりにくいところとかあったら、遠慮なく質問してください。お待ちしてます。はい。いかがでしたでしょうか。YouTube 生命判断は、1ヶ月以上ちょっと今お待たせしちゃってるんですが、まあ、お待ちいただけるのでしたら、こうして無料で、占っておりますんで、ね、急ぎじゃなければですけども、お気軽にどうぞお申し込みください。お申し込みはですね、こちらの QR コード。これはね、スガティチャンネルの QR なんで、YouTube が開いちゃいます。こっちです。こっちの QR コードを、読み込んでくだされば、自動で LINE 画面がね、スガティのアカウントがポンって立ち上がりますんで、ね、必ず LINE にてお問い合わせ、お申し込みをしてください。これ、こんだけ言ってても、毎日ね、電話で問い合わせ来ちゃうんですよ。でも、お電話では伝えられないんですね、これ、占い概要が。なので、お電話でのお問い合わせ、固くお断りしてますんで、どうか LINE で、お問い合わせください。で、まあ、1ヶ月以上ね、お待たせしちゃってます。無料ですけどもね。でも、まあ、待ちきれないっていう方は、こちらのね、LINE 占いっていうのをやってます。こちらでしたら、YouTube で占い結果を配信することはありませんが、LINE でね、結果を文章としてお届けします。しております。で、こちらは有料ですから、もう有料の方から順番に優先的に占ってますんで、LINE 占いでしたら数日で、お届けできます、結果をね。で、YouTube 生命判断は無料な代わりに、ちょっとこちらの後回しになっちゃってるんです。だから、ちょっとどんどん1ヶ月とかになっちゃってるんですね。ごめんなさいね、本当に。急いでますんでね。今後はもう、本文書かないで、YouTube 生命判断ではですよ。本文書かないで占う形にして、それでこの有料と無料のちょっと差別化を図ってみようかなと思ってます。ね、だから順番ではなく、内容です。こちらは、文字数多めに、有料で早く、いち早くお届けします。こちらは、文字数少なめだけども、なるべく、ちょっと後回しだけども、なるべく早めにお届けできるように、追いつけるように、頑張りますんで。はい。だからね、今後LINE 占いで有料でお申し込みいただいた方もですね、なんで俺の有料占いが、まだ届いてないのに、先に無料の方を占っちゃってんじゃねえよって怒らないでください。こちらは本文をお届けしてないですから。本文も書いてないですから、もうただ口頭でポッポッポって、口頭でお伝えして、で、待たせないようにして、YouTube で、配信、公開 して占うっていうスタイルなので、ちょっと別物で考えてます。LINE 占いはもうびっちり、文字としてびっちり書いてお届けしますんでね。はい。あと、そう、現在自然堂ではですね、まあ、飲み屋さんなんですけども、ちょっとアルバイトさんを雇えない状況が続いているので、営業中の占いは実施していません。営業中はちょっと占いできないんです。こんなことしてたら、ほら、飲み屋さんできないんですね、本当に。今まではアルバイトさんがいてくれたから、アルバイトさんがお店をね、上手に切り盛りしてくれて、で、私が、まあ、皆さんを占ってっていうのをやってたんですけども、今ちょっとそのアルバイトさんがいないので、お店が回らないんですよ。だから、まあ、しばらくの間は、営業中は占いません。しかし、営業時間外で、
占いをまた再開しました。はい、こちらですね。営業時間外です。まあ、5時って書いてありますけれども、5時には終わるように、つまり、1時間びっちり占いますから、16時までの、予約を受け付けてます。10時から16時までの占い。16時から占い始めた人は15時まで占いますんで、びっちり占います。貸し切りにしますんで、この間はね。だから、ソーシャルディスタンスも、保っててますんで、他のお客さんいないですから。なので、お店に来ちゃえばお店でも占います。ただお店での占いも、LINE 占いと同じく5500円。はい。でも、有料だし、お待たせもしません。はい。以上です。はい。それでは皆様からのご依頼をお待ちしてます。最後まで視聴ありがとうございました。ではまた明日、お会いしましょう。なーなな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 